ストーンズ、初4大ドームツアー完走、終わってしまうのがもったいない、決意新た、この勢いのまま、メンバーコメントあり。6人組グループ、ストーンズ、ジェシー、京本大我、松村北斗、田中いつき、高知優吾、坂井コールはしご高、森本慎太郎が22日、東京ドームでコンサートツアー VVS、ワイブスの最終公演を開催。メンバーからコメントが寄せられ、今年のリーダー、ジェシーは、今日で終わってしまうのがもったいないと語った。360度ステージ、生バンド演奏を初めて取り入れた今回のステージのこだわりについて、森本は、360度のステージ構成には、かなり難しさがありました。前にも後ろにもお客さんがいるので、会場全体の一体感を生むライブ構成がすごく大変でしたと回想。結果的には、ライブを大事にしているストーンズの良さを、うまくお客さんに伝えられてるステージなのではないかな、と思います。パフォーマンスにしろ、歌にしろ、良いようにハマっていった感じがしますと分析した。田中は、僕たちは、何かに頼らず自分たちで解決しようという考え方をしていて、ステージの構成上、わしらが必要でどうしても見切れが発生してしまうとなった時に、俺らが頑張って満足させればいいという気持ちを持って、死ぬ気でやりましたとコメント。規模がどんなに大きくなったとしても、結局俺ら次第だと思っています。なんとか一公演終わった時には、満身創痍になるくらいで取り組んでいますと意志の強さを示した。